今日はツアー広島未公演でございました。ありがとうございました。こんばんは。お疲れ様です。ただいまです。いや今日はそんなに泣いてなかったです。私より他のメンバーがめちゃくちゃ泣いてて、くるくるとか。私は今日はなんかそんなにまだココアさんが移籍するっていう実感が湧いてなくて、なんかそんなにまだね、多分後から実感する時のやつ、なんかその日に実感するやつと後からじわじわ実感するタイプのがあるんだけど、今日は後から多分実感が来るタイプです。こんばんは。そう、今日はなんか涙よりも笑いありって感じでした。笑いあり涙あり。こんばんは。明日も山口ツアーあるので、しっかり休みを取って、休みしっかり睡眠を取って頑張りたいと思います。今日は夜公演はたくさん出る曲があってとても嬉しかったです。配信の方にもね、見てもらえる機会にいっぱい出る曲があったから嬉しかった。今日はね、コールからもうすごかったですよ。わ、G2 さん、タワーありがとうございます。ありがとう。タワーのお礼を書こうかな。せっかく可愛い髪型なんですよ。今日は自分の過去の生誕祭の時の写真を見せて、この髪型にしてくださいって言って、夜公演は前田敦子さんがよくされていた髪型をねしました。なんでかっていうと、今日は AKB さんの衣装をお借りしてきたからです。みんなにね、見てもらうの楽しみでした。そうなんです、前田敦子さんの衣装じゃなかったんですけど、なんか AKB さんといえばな髪型がしたくて、前田敦子さんの髪型にしてみました。もうね、初めて披露する曲があって3曲、アイドルの夜明け、海を渡れ、ジュアルデイズ、3曲初めて。ジュアルデイズはユミリンさんの卒業コンサートで披露したメンバーもいるんですけど、私は本当に初めてで、ユミリンさんの卒業コンサートのリハーサル期間とかも、この曲の振り付け難しそうだなってずっと思って、歌ってみたいけど、いつか披露してみたいけど、多分振り付けがすごく難しいだろうなって思ってたら、まさかね、こんなすぐに披露する機会が来ると思わなくて。ジュアルデイズはミクリンさんのポジションで、田中ミクさんのポジションで出演しました。はい、海を渡れは倉持飛鳥さんのポジションでした。ね、アンコール面白かった。今日もめっちゃココアさんって感じの、裏でみんなすごーって言って、めっちゃココアさんを感じましたね。わ、アイドルの夜明けは中谷さんのポジションでした。中谷さやかさん、あ、待って、こんばんは。今日はもう昨日のね、
ライブが終わった後、公演が終わった後に、その後今日の壮行会のリハーサルもあったんだけど、なんかもうさあ実感が湧かないけど、どんどんそうやってリハは進んでいくから不思議な気持ちで、今日も朝から夜と昼のリハして、壮行会のリハがあったんですけど、それもなんかもうずっと不思議な気持ちだったんですよ。実感がなさすぎて。でも今日その海を渡れで、ココアさんと私が振り返って、ココアさんと向かい合わせになって、客席に私が背を向ける振りがあるんですけど、その時にずっと結構な時間ココアさんと目が合う時間があるんですけど、その時にココアさんの目見てたら、なんか涙がこう込み上げてきて、はぁって、もうこうやって、まあ、いつかね48グループ同士だから、卒業ではないから、またどこかでステージ立つ機会はあるかもしれないけど、あ、こうやってもう今まで一緒にユニット活動もしてきたけど、こうやって踊るのも最後かってこう気持ちになって、そこでちょっとだけ実感湧いたんですよ。でもあのなんかココアさんの動画、メッセージ動画、いろんなもう有名な方々からのメッセージ動画見たら、え、これ夢の世界なんじゃないと思って、現実味がなさすぎて、あまりにも全然現実味ないじゃんと思って、絶対これ夢の中だよってなって、なんか不思議な気持ちでした。ゆきりんさんが出て来られた時に、隣でサラちゃんが、サラピが羨ましいやろって言っとって、そう、ゆきりんさん、ゆきりんさん来たと思った、指原さんも、そう、びっくりね。明日の山口ツアー楽しみです。明日もよろしくお願いします。なんか山口ツアーに行くじゃないですか。でリハーサルとかもこの前山口と広島としたんですけど、その時にひなさん卒業したんだってなりました。なんか山口に行く時ってだいたいゆみりんさんとかひなさんとかまいはさんとかりかちゃんとかなっちゃんとか、山口メンバーがこう煽りをしたりとかセンターしたりとか、そういう機会結構多かったから、なんかもう卒業したんやと思ってね、なんかここ最近はそういう卒業とか移籍とかが続いてたから、そういうなんか不思議な感じです。実感が湧く人と湧かない人といて、何なんでしょうね。お出迎えに間に合うように頑張ります。そうです、明日お出迎えに参加いたしますので、よろしくお願いいたします。当日券もございます。当日券もありますよね。沖さん見てくれてたみたいですね。終わってから X 見ました。そう、沖さん、リア充の待ち受けが沖さんだったんですよ昨日。パセリシャン写真撮ってくださいって言われた時に見たら、あの沖さん行って待ち受けに、沖さんにすぐ報告しましたさんに言ったら、オキチルドレンって。でも私が1号なんですよ、オキチルドレンは。でも私オキチルドレンって認定されてないので、私は年上だからオキさんよりチルドレンじゃないらしい。オキチルドレンって認められたことない、まだ。ずっとオキシスターって言われてて、違う、なんか最初オキアダルトみたいな感じで言われてたんですよ前。チルドレンではなく、そう、でもオキシスターになりました。こんばんは。ねえ、みんな星になってる星になっている。やっほー、こんばんはです。もう今日はとても素敵な、もうね、あの1曲目ツアーネタバレしたくない方耳塞いでください。
1曲目で客席から登場するんですけど、その時に自分のペンライトの方を大体こうどこにいるって把握するんですよ、客席回りながら。で曲中にレスとか送る時にこの辺にあのパセリ推しがいるとか、パセリ推しじゃなくてもいつも来てくださったりする、お話し会とか来てくださる他のメンバー推しの方とかこう把握するんだけど、今日は出た瞬間みんな真っ赤で、福川さんのペンライトだったからみんなで、いやーすごーってなってびっくりして、でアンコールもあのこの前あやっぱの卒業公演がなんか日本代表みたいなあやっぱんみたいな感じだったんですよ。でも今日はまた初めて聞くコールで、アンコールがもう今日も最高でした。なんかね、ココアさんのファンの方って、私これねココアさんの生誕の時もショールームで言ったことあるんですけど、ココアさんのファンの方多分カープとかに行ってる方多いから、もうコールが人一倍声が大きいんですよ。多分一人一人が普段の公演とかでも感じるんだけど、まあ、ココアさんのファンの方 その母数が多いっていうのもあるし、一人一人の声量もあるから、生誕祭の時も もう圧倒されてすごいって思ったんでね、過去にも。でも今日もすごくって、そう、あ MC で言ったか、これそうだ、生誕祭の MC で言いました。そうなの、どこから声出してるか教えてほしいです。なんか今日声ちょっと枯れてて、ライブが終わった後にあのお疲れ様ですってスタッフさんにご挨拶、廊下とかですれ違ってお疲れ様ですって言って、お疲れ様ですの一言で、えなんか声枯れてないって言われたんですよ。その時は自覚なかったから、そうですかね、枯れてないと思いますって言ったけど、今は結構枯れを感じてる、喉の乾燥かもしれません、ね、今日会場に来てくださった方も手洗いうがいしっかりとです。配信で見てくださった方もしっかりと、外出してたよって方も手洗いうがいしっかりと、ありがとうございます。7周年ツアー、こんばんは、ツアー広島、カキ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 、今日は差し入れが広島らしいものがあって、カラス麦クッキー、ずっと気になってたんですよ、広島に来てすぐから。バッケンモーツァルトっていう洋菓子屋さんのカラス麦クッキーが CM とかでもよく流れてるし、お土産のとこにもよくあって、いつか食べてみたいと思ったら今日差し入れにあって、カラス麦クッキー美味しかった。僕はこの海を眺めてる、そうなんですよ、僕はこの海を眺めてる、この前別の会場でも一回配信がない会場であの披露したんですけど、香川で披露したんですけど、そう今回広島で配信があるということで、あのまさかのセンターでね、いや私は緊張して、なんかね香川の時はそのチッ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 ってなったら歌い出したんですよ。あれ音が入ってないんですよ、他の曲と違って。他の曲ってイントロが流れて歌が始まるけど、あの曲って歌い出しから始まるんですけど、タイミングがチッ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 、人間関係で入らないといけないんだけど、チッチを一個聞き逃してて、始まっててもうそう人間関係みたいななったんですね、香川の時に。なんか僕隊じゃないや、僕隊です、
花垂公演の時は暗闇の後にこの曲があるから、その暗闇の後の音がその僕はこの海を眺めてるの頭の音と同じらしくて入りやすいんだって、その音響さん曰く。だけど何もない状態で無音の状態から入るのは本当に難しいらしく、その公演が終わった後に今度披露する時はあの別の音を入れてクリックって言って、その曲前にチッチッチッなるやつをあの違うものに変更して入りが分かりやすくするようにします、あれはもう誰でも入れない難しいですって音響さんが言ってくださって、もう今日は始まる前にマイクをこうお借りしますっていう時に行ってきますって言って頑張ってきますって言って、うん、緊張しました。ドキドキした。しかも私の後に歌うのが、私の直後に歌うのが千穂さんなんですよ。で千穂さんいつも公演でセンターやってるからさ、うん、ドキドキでございました。ドキドキした。あと誰かがいつか好きだと言ってくれる日までも、あの研究生の頃のツアーでやってたポジションでやって、 PR 舞台のツアーとかではやったことあったんですけど、フェスとかでは7人バージョンとかでやったことあったけど、5人バージョンの本家のバージョンは研究生ぶりだから本当に3年ぶりとかで、そう、もうそれも緊張しました。ドキ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 してて、あの声入ってないですよね。始まる前にこう一列並んでこうやって待機して、こう一緒背中でこうやって作って待機してる時に頑張ろうねとか言ってる声ってマイク入ってないですよね。大丈夫だよね。行こう行こうみたいな、後ろ姿うちら可愛いとか言ってモニター見ながら言ってたね。あ、よかったです。研究生の頃もあそこでいつも頑張ろうよし行くぞみたいなみんなで掛け声言い合ってたから、懐かしい気持ちになりました。あ、聞こえなかった、よかったです、よかったよかった。そう、明日もよろしくお願いします。お出迎えいたします。明日髪型どうしようかな。今タワーのお礼を下を見ながらだけどすいません。あ、7周年ツアー広島通りです。来てくれてありがとう。そうね、お出迎えが私香川とん愛媛か、愛媛と山口担当だから、そうなんですよ、他の会場ではお出迎えできなかったけどお見送られとか、あの、ありがとうございました、ありがとう。あ、自然淘汰主義、そう、自然淘汰主義は安住のポジションで、これは1年ぶりでした。去年の夏のツアーでやってたところで、マイキューさんと同じ歌割り、あ、そうだね、あの日から僕は変わったとかですね。そう、マイキューさんと同じ歌になるとき声質が似てるなみたいな、いやもうこれはマイキューさんにパセリと似てるなんて嫌だって思われたら申し訳ないけど、なんか声のなんかさ、低い声の歌が得意な人と高い声の歌が得意な人いると思うんですけど、私とマイキューさん低めの歌の方が声が出やすい気がして、うん、なんか歌いやすかったです。そう、自然淘汰主義はアズミンのポジションで、そうなんです、そう、アズミンが花垂の方に出てたからその兼ね合いとかもあって、あの、アズミンのポジションなのに申し訳ないですとか言ったんだけど、そういう他の曲数もいろいろの、そういうなんかいろんな兼ね合いとかあるからっていうことで、アズミンのところで出させてもらって、そう、お、900回目の訪問ありがとう、あと100回で1000人、
ありがとう見てくれて。ダンスにできた、しなやかなってきた、しなやかですかい、頑張ろう。あとはね、あとは、あ、一瞬のスリルはマイハさんのポジションで出させていただきまして、普段はマイカーのメンバーとやってるから、なんか他のメンバーとやる機会がなかったから、今まで PR 舞台かマイカーかってしかやったことなかったから、もうなんかそう、オリメン様方と混じってやるのがドキドキして。クリスマスのサイン会、おあまり理解してないまま、とりあえず2枚買ったけど何ができますか。サイン会、大阪かな、サイン会は会場に来てパセリのレーン、自分が購入したメンバーのレーンに行って並んで、多分おしゃべりをしながら私が書くのかな、書き書きしてこうやって、どうなんだろう、直接渡せるのかな、こうやって渡します。よろしくお願いします。12月、まだまだ先や、まだ5月や。こんばんは。この髪型踊りやすくてスッキリでめっちゃいいです。春夏秋冬、そうですね、公演でもやってるけど、やっぱ2期生だけってなるとね、またなんか全然違うというか、あの衣装も相まって違いますよね。なんかこの配信でさ、一昨日ぐらいに24人バージョンの春夏秋冬を見たばっかりだから、なんか人がいなさすぎてびっくりした。13人バージョンこの前24人バージョン見たのに、今日13人バージョンだったからさ、少なってなって、全然いないってなりました。私さ、メールの方にあのセットリストを送って、今日の春夏秋冬のポジション間違えて書いてた、リンコのポジでした、レイカちゃんって書いてたけど、ってリンコだった、間違ってた、前そこやったから違った、違いました。そうなんだよね、鬼滅曲とかって人数減る、だけど不思議なことにあのユニット曲とかは人数減る方式じゃなくて増えたり減ったりとかしますね。ね、新衣装が好きすぎる。おお、ぜひ間近で見てください。幕張で見れます。ぜひ見てください。可愛いやつ。学天則さん優勝。すごっ。あの一緒に観覧車に乗った。おめでとうございます。すごい、鷲羽山ハイランドで一緒にジェットコースター、立ち乗りジェットコースター乗ったり観覧車乗ったりしたあの学天則さん、なんか嬉しい、おめでとうございます、すごい、家族に自慢しよう家族に自慢しちゃおう。で、家族はそう、瀬戸茶で長崎だから見れないから、私はいつも毎週録画してたんですよ、泊まりに来る時とかに見てもらおうと思って、そう、自分が出てない回とかも毎週録画してたんですけど、ちょっとまた改めて見せないといけませんね、家族に。こんばんは。嬉しいニュースや、ハッピーになった、ハッピーハッピーハッピー。お、この海を眺めてる、そうなの、緊張しました。門脇さんのところ
でもね、僕は好みを眺めてる。この前なっちゃんももともと出る予定だったんですけど、なっちゃんあの休園になっちゃって、香川の時に。だから今日なっちゃんも含めて7人で披露できてとても嬉しかったです。あとユナヤナとね、ユナヤナとなっちゃんと、あとは PR 舞台面みたいな感じで嬉しい。ね、7人バージョン。やばい、手が動いていません。やばい、めっちゃ喋ってた。お待たせしてごめんなさい。エリゴーゴーゴー、エリゴーゴーゴー、アイドルの夜明けが来た。いい歌や。あの太陽は私だって、なんかココアさんって太陽みたいな人だからさ、それ太陽とかなんだ、ひまわりとか、なんかそういう歌詞がぴったりやなと思います、ココアさんってね。太陽のような存在。ちょっとね、お母さん更新で入ってくるところが可愛すぎて、なんかお遊戯会、もうレッスンの時お遊戯会のなんか年長さんみたいな見てる気持ちだったな。自分の子供みたいな、ああ大きくなってみたいな気持ちだったけど、今日はもうなんか本番ではああって寂しいってなって、感情を忙しい、リハと本番で全然感情が違いました。可愛いんです、更新してきて。衣装、そう、めっちゃミニスカートで、もうなんかソワソワしました。めっちゃ嬉しかったです。しかもノースリーブだった今日お借りした AKB さんの衣装はドームの時、2012年のドームで着ていた衣装みたいで、すごいよね。あの衣装はドームの景色を見てるんですよ、東京ドーム。ね、すごいよね。あ、やばい、パセリのイラスト描いたけど黒いペンだからなんかミッキーマウスの手みたいになっちゃった、もわもわして。2024年、今日は何日？ 5月の18日土曜日、土曜日でした、ね、いやなんかみんなにあんなに袖もだしスカートもだし、あんなにこう自分の皮膚を見せる機会が今までなかったから、そうなんかあのレアでしたよね、皮膚。写真集メンバーとかはさ、もう皮膚みんな見てるけど、いろんな皮膚で、私は皮膚そんなあの見せびらかして生きてきてないけんさ、みんなにね皮膚いっぱい見られちゃった。なんて言ったらいいんだ、肌なんて言うんですか、この皮膚やん、やっぱ肌かね、レアですよ。スタッフさんにもさ、パセリなんか痩せたみたいな言われて、なんか AKB さんの衣装着てる時に思ったって言われて、多分普段出してないから、普段出す機会ないから、そのじゃないですかみたいなね。
普通にさ、今日さ、お昼のお弁当もしっかり唐揚げ3個入っててコロッケも入ってて食べたし、そうで夜のお弁当はオムライスもしっかり食べたし、昨日の夜はあの帰ってきてからエルチキレット食べてるし、お好み焼きも会場で差し入れ食べたし、お弁当も食べたから、いやもうやばいかもって。でも食べないとさ体力持たないけど、いやもうちょっとやばいみたいな思ったけど、よかったです。そんなみんながあのデブって思われてなくてよかったよかった。あ、タケノコの里も食べましたよ。写真のクッキーとかも食べたし、なんか動いてるからさ、食べても食べてもなんか足りなくて、そう明日も食べちゃう。今日ね、あの月で拾った卵っていう山口県のお土産の有名なやつがあるんですけど、その差し入れがあって山口県先釣りしちゃいました。でも明日食べようと思って、明日きっと明日もあるかもと思って今日はちょっと我慢したんですけど、そう今日山口だったかな。何かな。でももう本当に今日はいっぱい動きましたよ。リハーサルと本番と。レディーゴーゴーゴーレディーゴーゴーゴー。なんかさ、最近卒業公演が多いからみんなのなんか曲のセレクトが個性出てて面白いなってすごく感じます。あとお手紙とかも。なんかもうメンバーそれぞれで違って当たり前だけどさ、スピーチとかもさ、アイドル人生で感じたこととかをさ話せる最後じゃないですか、卒業公演のとか今日の壮行会とかって。そこで何を言うかって、やっぱメンバーがこれまで活動でどういう、こう意思を持ってたとか、なんで卒業を決めたかとかの全てが現れるなって思って、生誕祭とかもそうだけどね、普段のメンバーの頭の中をこう見ることができますね。全力コール頑張った、ありがとうコール、ありがとうね、たくさんコールしてくれて。だけどずーっと他の子見てて、もうずーっと他の子見て、そろそろパセリの方見てるかなと思って曲とかピュッてしとくと、もうピュ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 って辿ったら、もう全然違う先輩とか、結構あるあるです、これは客席あるある。曲のなんか指差しとかで見たら全然違う子からレッスンもらってるみたいな、ありがちです。超あるある。だからもう推しメンパセリしか好きじゃないみたいな方のパセリロックオンだといつ見ても目があって、本当にすごい、ずっと見てくださってる。私がもう歌わりしない時でも見てくださってるのかな、ありがとう見てくれて、たくさん見てくれてありがとう。ほぼパしか見てない、ほぼやん、ほぼだって、ほぼほぼだと絶対ではないのか。
く半径しか知らない。わあ、なんかずっとショールームでさ、今日歌わない、今日歌うやつを歌わないように気をつけなきゃと思ってたから、やっぱさ、なんか初めて披露する曲とかが終わった後のこの歌える開放感すごいです。口ずさんでもいいみたいな口ずさんでもいい開放感ってすんごいいい。だってさ、海を渡れを口ずさんだらもう絶対にやるってバレちゃうね。すごいよね、選曲がぴったり。海を渡れ、海を渡ってクアラルンプールに行くココアさん。大好きな人、大好きな人は今日はナナさんのポジションでございました。初めてだったよ。いつもはね、いつもはほのたんさんとかみなみさんとかだったりするんですけど、今日はナナさんのところで歌えて、いろんなところできて嬉しいです。なんかさ、ココアさん今日さ、佐竹さんのこと一回呼び捨てにしました私だけかな、ずっと気になってたの。佐竹さんが出てきた時に一回ココアさん呼び捨て、佐竹って言って、えー、そういう関係なんやんと思ってたら、その後佐竹さんって言って、あれさっきはえーってなって、え、してましたよね私だけ聞き間違えたんかと思って。やっぱそうだよね気になったんです、ちょっと聞きたかった。あ、クレヨンで色塗り始めてしまった。あ、止まらない、クレヨン楽しい。クレヨン、うん、この色。クラワケージの中、ドゥルッドゥン。今日くるくるといっぱいおしゃべりしました。ずっとくるくると、なんか定期的にリハ中、リハ中じゃない、リハの前、リハの後、楽屋、ライブ終わりとか、なんかいろんなタイミングでくるくるとおしゃべりできて嬉しかったです。最近よくしゃべります。なんかあのクルアズが一緒にいて、くるくるとあずみのクルアズっていう常になんかイチャイチャしてるコンビがあるんですけど、クルアズがいつも一緒にいて、私はソルハさんといるから4人でなんかお互いイチャイチャしてるみたいなそれでそう、なんか喋る機会が増えました。なんかね、昨日をくるくると喋ってて、あのソルハさんにドッキリしようって、急にくるくるが私にタメ口を聞くっていうドッキリをしようって昨日計画したんですよ。そしたら今日くるくるが楽屋で実行してくれたけど、下手くそすぎて、棒読みすぎてすぐバレた、すぐバレましたね。パセみたいな言ってきたね、くるくるが、パセはさみたいな言ってきたけど、バレた。映えちゃいました。もうちょっと色足したいな、なんか色足したいけど、これ以上色足したらもう、私さ、ここ数年で一番カラフルなタワーの例を描いてしまいました。いや、もうちょっと色足したいな。うん、めっちゃカラフルになった。いや、くるくる
そうめっちゃ泣いてた。ココアさんとプライベートでもお出かけ行くぐらいな仲だからもうね寂しいよ、ね、終わった後もね大号泣。え今日のライブの終わり方が大好きな人の最後のポーズがこういう涙のポーズなんですけど、このポーズのままメンバー待機して幕が降りるっていう終わり方だったんですよ。でメンバーもめっちゃもう泣いてるし、泣いてるのにもう幕が閉じてみたいな感じで終わって、そうみんななんかお互い大丈夫よしよしとかどうなって、なんかさいつもだったら客席のファンの方の方が泣いてらっしゃるから、なんかもう何メンバーも客席から励まされるしメンバーも客席励ますしみたいな感じなんですけど、今日は初めての終わり方でそうはーってなんか切なくなりました。客席でもきっとみんな泣いて終わってるんだろうなみたいなね。そうなの、あれは演出をつけてくださったんですよ。しかも飛行機の音で終わるっていうね、いいよね。ああいうどんちょう閉まるタイプの好きなの。だから今回のツアーどんちょう閉まるから大好きです。どんちょう閉まった状態から始まって前座があってっていうとかそういうのとかなんかすごいコンサート感みたいな感じる。やばい、Qさんいっぱい泣いてた。キャリーケースマイキュー入りそう。確かにマイキューさん入れる。あのサイズめっちゃ大きかった。タワーのお礼かけたんですけどめっちゃカラフルです。 G2 さんタワーありがとうございます。遅くなってごめんね、ありがとう。じゃーん、文字見えるかな。もう色がカラフルすぎて文字が目がチカチカして文字見えるかちょっと心配。じゃーん、ありがとうございます。ありがとうございます。ファンレターもありがとうございます。見えます。あ、よかったです。見えてた、ちゃんと。私がファンレターとかにあの好きになったきっかけとか知りたいってよく言うじゃないですか。そしたら言ったあと定期的に知りたいです送ってくださいって言うんですけど、その言った直後めっちゃそう多いんですよ、好きになったきっかけ。嬉しい、もう何回でも言ってほしい。過去に言ったことあるけどって方もまた送ってほしい。もう3ヶ月に1回ぐらいで言ってほしい。なんかその好きになるきっかけを聞くとなんかこうエネルギーになります。私が何も例えばさ客席にこうやってバーンとかやって好きになりましたとかだったら意図してるじゃないですか。でも私が知らないところで例えばこういう今ショールーム今日のショールームを見て好きになりましたとか釣ろうと思ってないし、なんて言うんですかね、こう自分らしく活動ステージとかもショールームとかも自分らしくこう楽しくやってる場を見て好きになりましたみたいなのを聞くとこう嬉しくなる。次は違う理由にします。やばいやばい、それおもろい。お手紙来るたびに全然違うパセリはみたいな、だんだんなんかパセリじゃない人のことまで書き始めるね、気がついたら目で追っていた。いやそうよ、なんかね本当にこんなにさ今日も思ったけどこんなにたくさんメンバーがいるじゃないですか STU で。 STU びっくりした。いや分からん、すいません、もう止めちゃってびっくりだった、驚きです、鳥肌立った。鍵ちゃんと閉めました鍵ちゃんと閉めた。
怖いので。前はね、前もそうあったんですけど、前のは私原因分かってるんですよ。そう、その前、前回のは誰か分かっててで、そのなんで何回も前の時になったかのも分かって、それも部屋間違いみたいな感じだったんですけど、怖っ。私の住んでるお家そんな間違えやすい？大丈夫です。怖い怖い。いや、そうなんだよね。怖いです。いや、私もソラハさんかと思った、ソトロかと思って、でも違うよなって。そんな家にあのピンポンとか来ない、来るときはなんか連絡来るから絶対違うと思って、鍵の確認を先にしました。怖かった。こんばんは、うん、ちょっと一応マネージャーさんにも言っとこうと思います。恐怖だよ。うん、配信中という方、本当に一人だった方が怖かったです。みんなありがとう、一緒にいてくれて。私はちょっと話題変えますね。急に。私は今日公演が終わった後、なんかしょっぱいものが食べたいと思ってコンビニ行ったんですよ。しょっぱいもの食べたいと思ってだけど、何が食べたいか分かんなかったからこれ買いました。トウモロコシやばいよね。トウモロコシ買いました。福島さんって方が作ったらしい。私が作りましたって言って、私が食べます、尾崎さん私が食べますって写真を送り返さないけ、これを今日の夜食としたいと思います。なんか公演の時とかって夜ご飯を夕方に食べるんですよ。5時とか4時とか、4時5時とかに食べるから、ライブ終わりめっちゃお腹空いちゃって、なので今日はこの子君に決めた。ゴールドラッシュって名前らしい。サボテンとゴールドラッシュ。サボテンとゴールドラッシュじゃんね。そんなのね。配信終わったら食べたいと思います。え、かぶりつく派だよ。かぶりつく派。あ、そう、ココアさんからの。そう、食べてないまだ。そうだった。バッグに入れっぱなしだ。みんなに見せよう、お母さんからの。でも玄関の方行くの怖い。バッグ玄関に置いてる。怖いからダッシュで取ってくる。待っててください。ダッシュダッシュ。やばいやばい。怖い怖い怖い。あ、家電が戻りました。お世話になりました。かいココア。ココアさんからいただきました。じゃーん。え、芋けんぴ美味しかったです。芋けんぴ。なんか廊下にご自由にお取りくださいみたいな感じで、一人一袋とかじゃなく自分で箸とかで掴んで紙コップに入れるみたいなタイプだったんだけど、美味しすぎて止まらなかった。こちらあげます。じゃーん、マイセンヒレカツハニーマスタード、期限は5月18日の22時までです。やばい、見なかったことにしたら OK です。やばい、見てないです。多分明日ぐらいまでだと思います、期限は。え、待って、こんな時間なのやばいね。明日も早起き頑張らなきゃ。私でもそんな期限に、そんな賞味期限だしね、これ。あ、消費でした。賞味だしとか思ってみたら消費って書いてた。まあ賞味かもしんない。
じゃんじゃじゃん。朝ごはんにしようかな。いや待って、今食べるべきだよね。朝だともっと遅くなっちゃう。いい香りがする。あ、ポジティブだね。この前ポジティブになりますとか言ったばっかりだから。あ、でもちゃんとあの密閉されてるタイプだよ。いける？無理かい？しっかり。でも私にはこのゴールドラッシュちゃんもいる。これはいつでもいいか。これは8月25日までです。8月25日まで寝かせるってのもありですよ。トウモロコシ、オーリーブレモン、恋も育つ。マイカーもノースリーブの曲をいただけるように頑張りたいです。四国はあの小豆島の歌をいただいたから、あのマイカーはあのノースリーブシナノっていう曲、走れ走れシナノ、ノースリーブ汗をかけみたいな感じの疾走感のある曲ね。マイカーといえばノースリーブなんでね。おお、なんかリコチからもリプが来た。オリーブ隊です。惜しくも予選落ち、悔しいです。リベンジさせてください。ダメです。ダメです。ノースリーブ、今日は私のノースリーブ衣装でしたよ。オーリーブレモン。今日のお昼公演は愛の重さ披露なかったです。実はなんと愛の重さの披露がなくて、そう、他のアルバム収録曲が披露されました。だから次明日か、明日山口では一体何の曲が披露されるのでしょうか。あ、そうですよ皆さん、ミュージックビデオあります。愛の重さミュージックビデオね、6月2日までお待ちください。ちょっとね、まだまだ先、ツアーが終わるのお待ちください。ツアーが終わると同時に MV 公開だから、終わってほしくない気持ちと楽しみな気持ちと両方抱えながら生きてくださいね。一緒に見れないよ。一緒にね、見たいけど見れないので、皆さんぜひ6月2日よろしくお願いします。21時です。そうなの、今日15秒バージョンがアップされてます。会場でも流れました。始まる前に15秒バージョン流れるから、袖からみんなの反応聞いてたんですよ。客席のみんななんかちょっと動揺みたいな、おみたいな感じの声出してて、なんか全会場に来てる方だったらさ、お、これ見たことない、初めてだって思うかもだけどさ、今回が初めての方はさ、あ、これいつも流れてるのかなみたいなね、わからない、そんな感じの反応の印象を受けました、聞いてる感じ。さ、15秒バージョンぜひ見てください。そう、カンプリの CM の後とかに流れてた、ハナタンさんの、見てほしいです、ぜひ。ちょっとみんなに、今日の15秒バージョンは走ってる、もうとにかく走っています。とにかく走っている映像が疾走感ですね。そして愛の重さののがふんってこう横になってますね。で、重さの重が逆さまですね。
愛の重さってなってますね。6月2日21時、 STU48 公式 YouTube チャンネルにてプレミア公開です。おお、たくさんの方が見てくださってる、ありがとう。じゃあ MV が出たらもっと見てください。ぜひ見てください、本当に見てください。走ったり踊ったり、どんな姿が見れるんでしょうね、楽しみですね。このさ、今日の映像だけでどこで撮影したかとか分かる方いるのかな。なんかさ、特定、場所特定するの早い人って本当に早いじゃないですか、一瞬で分かったりするじゃん。どうやって見つけてるの、すごいね。あ、住んでる人、確かにその周辺だとあれ、この景色見たことあるなみたいな。そっか、確かにジャケ写の時もそうでしたね、母校ですみたいな通ってましたみたいな人いたもんね。確かに見慣れた場所ならわかりそう、あれ俺の実家だわみたいなあれこの景色俺の実家、本当にすごいよ。探偵になった方がいい、絶対に。あとアイドルの私服とか特定する人も探偵になった方がいい。すごいよ。実家でロケされてたらへこむ。確かにへこむね。嬉しいけどへこむね。なんで？なんで教えてくれんかったの？なる。え、嘘、概要欄に公開されてんの？概要欄見てない、嘘。出てこないよ。え、どこに書いてますか、そんなの。書いてないよ、出てこない。私の、ね、私の iPad は、あ、こっちか。いや、私の iPad さ、下にこうやって下させてくれない。あ、できた、ほんとだ、書いてるわ。みんな書いてました、書いてた。もうすでに特定される前に公式から撮影場所をお知らせするスタイルでした。なんとびっくり。瀬戸田高校、ほうほう、今日もありがとう。こちらこそだよ。もう堂々と書いてあった、瀬戸田高校。じゃあ MV が公開される前にもうバレとるけん、もう聖地巡礼できるじゃないですか、こんなんね。何の聖地を巡礼するんだってまだわからない、ね、しかも高校ダメですよ、勝手に入ったら怪しい人がいますって言われちゃうから、ちゃんとね、あのね、マナーとモラルを守って MV でしっかりいっぱい見てください。母校って人いるのかな、もしかして。お楽しみに。あと何日ですか、6月2日。ちょっと数える、今日18、え、まだまだ先なのでは、あと半月はあるのでは、2週間後、2週間後ですね。まだまだ先だ、お楽しみにです、お楽しみ。
ね、ほぼ半月でした。チェキ会とアニメイトのサイン会と来週はあって、次の週でもうツアーが終わりですよ。なんてこった、驚きでございます。いや本当にびっくり。48分です。私今日はね、明日もあるしとか言って、最初明日もあるから喋りすぎないでみたいなことを言った記憶があるんですけど気づいたらもう49分でした。チェキ会忘れてた。そうだよ、22日チェキ会だからね。22日チェキ会、そんで土曜日はサイン会。ドキドキする。ドキ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 。今日は AKB さんの T シャツです。みんなに背後見てもらおう。写真撮り忘れました。じゃーん、可愛くないですか。ちょっと見てほしい。よいしょ。じゃーん、めっちゃ可愛くない。でね、これね、どこだっけ、こっちか、ここに、あれあれ、あ、もう一個の方だ、パーカーの方だ。パーカーもあるんですけど、パーカーも見せよう。あ、これだ、こっちの。そう、同じコラボのやつなんですけど、このパーカーの方もめっちゃ可愛いんですよ。でもね、これね、 AKB48 とか書いてあるけどね、これをこの前あのお仕事行く時に着てったんですけど、え、待って、そういえばこれ AKB って書いてると思ってこれで見張りする可能性がある。めっちゃ可愛い。これインスタグラムにも載せてます。お気に入り、お気に入りすぎて着るときちょっとね緊張する、汚さないか。このうさちゃんがめっちゃ可愛い。このイラストも可愛いけど、うさちゃん色味が私の好きな、なんか淡い色味で可愛い。どういう気持ちなんだろう、このうさちゃん。耳の穴の中見てる。可愛いです。このキラキラ、なんかプリキュアみたいで可愛いんです。私の好きなチューリップ、めっちゃ可愛いです。今日はこれでした。ポケットついてて便利、今気づきました何入れよう、トウモロコシ、トウモロコシ入れたら伸びそうだよね。あ、入らなかった。何入れよう、何入れましょうか。何入れる、入んなかった。マイセン、マイカーでもらったマイクとか。あ、入る入る、いいですね。ポケットがあるのは、ポケット大事って言ってた。私のじいちゃんが、あの、じいちゃんに父の日とかのプレゼントあげるときは大体ポケット付きのシャツとかあげてました。ここに携帯を入れれて便利らしい。ポケット、ポケットの中にはビスケット2つ。サッチのサインボールをゲットしました。私ゲットしてない、ゲットしてないし、私今日自分の投げたやつ全然飛ばなくて、ふーん、通路に落っこちた。私のサインボール通路に行っちゃったよ。なんでなんですか、あれは。そんなつもりじゃなかったんだけど。今日は、今日もさっち夢力でさっちこうやってキュッてして手を握りましたなんかちょいちょいそういう、あの、お触りタイム挟んでます。ボール欲しいです。
ね、もっと反対側とかにも投げたい。あちこちにもっとなんかいっぱい投げたい。1人10個ぐらい投げたい。安売りしすぎかなそれは。投げたい、投げたいよ。え、そうなんだよね。ボールさ、あれさ、メンバーみんな飛んでないんですよ。軽すぎて飛ばないんです。去年のツアーの時とかはなんかもっとね重さがあって結構飛んだんですよ。2階席とか飛んでるメンバーいたし結構飛んでたんだけど、ここはちょっとねすぐヒューンって行っちゃう、ね、たわしでもいいですだってじゃあ STU チャンネルで配信してもらわなきゃ。それは STU チャンネルさんがたわしいっぱい在庫持ってると思うので。いっぱい飛ばしたい。あ、空調、確かに空調とかもあるんかな。軽いのと空調とでひょいひょいひょい、なんかねまっすぐ なんか飛ばないんですよね。腕卵がいいよ。なんでなんでなの。坂東英二さんなの。バズーカやってみたい。でこの前あかりんさんとココアさんがラケットでこうやってテニスのラケットで打ってたボール、私もあれやってみたい。空振りする自信しかない。あとさ、あのテニスつながりというか、あの青春のラップタイムでバスケの歌詞のところでバスケットボールを投げるとこがあるんですよ。バスケのシュートの振りをするとこがあるんですけど、なんかさ他のメンバーなんかジャンプしてやってるんだけど、なんか私だけなんかバスケ部だった過去をなんか出してる感じがして一人でじわじわ来てます。なんかみんなピャーンみたいな感じでやってるんですよ。ピョンピョンってジャンプ、私だけなんかシュッみたいな、なんかこのフォームを意識してる振り付けみたいなしてて、なんか自分でなんなん私みたいな思って思いながらいつも一人で味わってるから、みんなに共有しよう。この気持ちをみんなにも味わってもらおうと思います。見つけてください。あの愛子じが歌ってるんですよセンターで、その後ろで私あのボール投げてる振り付けがあるからちょっと見てほしいです。ぜひ見てください、ね、で昨日は STU48 瀬戸内バージョンで、今日は広島バージョンでした。今日は広島バージョンだったんですけど、あの野球とサッカーが出てくるのにバスケが出てこなくて、ドラゴンフライズも入れてって思った。いろんなお好み焼きとかも出てくるし、レモンも出てくるし、カレーも出てくる。え、終わる時間だ。まあ壇上見ます。壇上タイムに参ります。皆さんありがとう、夜遅くまで付き合ってくださって。いきます。13位ワウワウさん、12位しんいちさん、11位カワダリさん、10位アルテミスさん、9位フクちゃん、8位カズキさん、7位ガトーショコラさん、6位メロンのあそこさん、5位ミッチー、4位台湾ジョジョさん、3位プーさん、2位カメさん、1位ジーツーさん。ありがとうございました。めちゃくちゃお腹が鳴っちゃいました。ありがとうございます。それではまた明日。え、待って、明日の配信は朝の可能性ちょっとわからない。まだスケジュールさっき見たけどなんか時間とか見てなかった。ちょっともしかしたら朝かも。でも朝なかったらもう夜なんだなと思ってください。ありがとうございました。おやすみなさい。夜だなきっと、夜で、夜かもです。いや分からない。おやすみなさい。もうツイートもできない時間だから、またちょっと一か八かで起きてたら来てください。ありがとうございました。あ、他のメンバーがしてたらパセリもする感じだと思います。
ありがとう。おやすみなさい。また明日。またねー。